るよ。毎度あり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 。お買い上げありがとう。次の来店を待ってるよ。あら、今日はどうしたの？さて、始めますか。さて、始めますか。さて、さて、始めますか。さて、始めますか。他にまた来て。必要なことはあるかしら。いい出来栄え。よし、始めるわよ。うまくいったわ。他にやりたいことはある？よし、始めるわよ。うまくいったわ。やりたいことはある？また来てね。何か買うのか？他には何かあるか？他にはな、また用事が。
ったら寄れよな。ボスと戦うのね。このままボスに挑もう。分かった、行くわよ。おう、気合い入れていこうぜ。こいつを倒せば次のフィールドに進めるのかな。きっとそうだ。サムロックよりも先に倒すぞ。
これからこれから頑張って。貸してくれ。しまった。
ってみよう。これなら。一番目の討伐者だ。すみませんパパ、パパたちはこのボスを2番目に倒したパーティーのようです。ということは一番はシャムロックだと考えるのが自然ね。先を越されたか。先に進むほどゲームの難易度は上がっていくし、まだまだ追いつけるよ。あ、あれ中央との様子が。もしかしてこの中央島が最終ダンジョン？ああ、そうみたいだな。裏世界の深層部に入っていくんだね。これから俺たちはおそらく最終ダンジョンに突入する。場所は裏世界の深層部、闇のユグドラシルです。これまで倒してきたモンスターたちをさらに超える強さの奴らが控えてるって話だけど、本当に今の私たちで攻略できるのかしら。正直な話、クエストを達成できる確率はそんなに高くないかもしれないね。でも行くしかないよ。このままだとシャムロックに先を越されちゃうよ。うん、俺もできればクラスタの一人として行きたかったな。ちょっとクライン、本気で言ってるの？いやいや冗談だって。クライン、お前には申し訳ないけどさ、俺たちは人数だとシャムロックに全然勝てないだろう。だからこっちに協力してくれよ。
これまで戦ってきた仲間だろ。ん？おう！大丈夫だ、任せとけ。そこまで言われてお前らに協力しないわけねえだろ。俺単純なやつ、助かるけど。リズさん、聞こえちゃいますよ。ん？なんだ？いや、なんでもないわよ。さあ、そろそろ行こうよ。そうだな、よし、みんな、用意はいいか？行くぞ。ついにたどり着いたわね、この旅の最終地点。慎重にと言いたいけれど、そうも言ってられないのよね、キリト。ああ、シャムロックの状況が気になるんだ。攻略を急ごう。
ください。だいぶ手強くなってきたね。ああ、さすが最終エリアというだけはある。みんな、大丈夫か？なんとか。ここらの敵の強さって相当なものなのに、みんな強いよね。レインだってかなりのものじゃないか。私はそんなことないよ。頼りにしてるよ。俺も頼りにしてるからな、レイン。このエリアの攻略にはお前の力が必要なんだ。うん、分かったよ。ありがとう、キリト君。この部屋、怪しそうだね。ボス部屋みてえだな。どうする？このまま進もう。OK。ここに倒れてる人たちや、リメインライト化してる人たちってセブンクラスタのやつらだな。 HP がギリギリ残っているのもいるけど、ゲージが尽きるのは時間の問題だな。あなたたち大丈夫？今回復魔法を。アスナちゃん、その人きっともう間に合わないよ。俺たちはセブンを助けるんだ。セブンちゃんのためにラストダンジョンの攻略を。あんたたちはそこまでしてセブンのこと。当たり前だ。俺たちの女神、俺たちはあの子のためなら。あっちにもエンドフレーム化してる人たちがたくさん。そもそも一体どんな敵がいたらこんなひどい状況になるんだろう。彼らがここまでやられるなんて。ただ強い敵と戦っただけじゃないよね。きっと相当数の敵が。ああ、クラステやシャムロックは相当なプレイヤーの数が集まっていたはずだから、それがこれだけの壊滅状態になるなんて、大軍が現れたとしか考えられないな。そんなのゲームバランス崩壊してるんじゃ。どうしよう、一度引き返す。先に進もう、キリト君。きっとシャムロックのトップランカーたちがもっと先に行っているはずだから。ああ、コイン。何を作ろうかしら。
ボスだよ。こいつがシャムロックをやっつけたのかな。私たちで勝てるかしら。こいつがシャムロックを倒したかどうかはわからないが、倒さないと先には進めない。このままボスに挑戦しよう。そう来なくちゃ、絶対勝つわよ。できるみたいだね。落ち着いて。大丈夫だ。残り体力に気をつけてください。いけない、回復しないと。元気が戻ったわ。
これ使ってみよっか。よっ、これで決めるよ。これで決めるよ。頑張るぞ。
が出てきたよ。待っていたぞ、キリト。待っていた？どういう意味だ？それに、プレイヤーとしては弱いセブンをどうしてここに連れてきてるんだ？この攻略だけは、セブンが来なくてはならない。それだけだ。私も本当は怖いんだけど、なんせ ALO で行いたかった実験の最終段階だからね。実験？最終段階？私たちはクラウドブレインをここで実現してみせるの。クラウドブレイン。その話をするためセブンはここで貴様たちを待っていたのだ。せめてもの償いにな。償い？以前あるクラストがお前たちのクエスト達成を不当なやり方で奪い取っただろう。あれは本来、俺たちシャムロックが提唱するプレイスタイルではない。だから、その詫びのつもりだ。あんたも変なところで律儀というか、プレイヤーとしての尊厳を守ろうとするんだな。それで償いとして、私たちはあなたたちからどんな話を聞けるのかしら。別に私たち隠してるわけでも悪いことしてるつもりでもないから、真実を言えばキリト君たちもきっと協力してくれるはずだよ。仲間はたくさんいてくれた方がいいからね。それはこんな戦場のど真ん中で話す内容なのか。そうね。この一帯は攻略が終わったから、次はここから始められるんだっけ？ああ、
このポイントから再開可能だが、同時に他のプレイヤーにも可能となる。いいよそれでも。だってもうこの付近をまともに歩けるプレイヤーなんていないでしょ。シャムロックとキリト君たち以外は。そうだな。じゃあマスターのお店に戻ろうよ。そこで全部お話ししてあげるから。わかった。俺たちを戻ろう。倒したけど扉が開かないね。おそらくセブンとスメラギが知っているんだろうな。確かエギルさんの店で会おうって言ってたよね。このミルクティー本当に美味しいよね。そうかい。そりゃありがとう。さてまず最初に言っておきたいんだけど、この前はお騒がせして申し訳なかったわ。でも私悪いことをしてるつもりはないの。みんなで仲良くしてほしいのも変わらない。茅場博士がしていたこととは違うって、それは自信を持って言える。セブンは禁足事項を犯していないし、誰かを騙したりもしていない。ただ彼女を慕う者たちの中には行き過ぎた行動を取る者も出てくる。それはこちらの責任だ。スメラギ、お前はもしかしてリアルでも七色博士の知り合いなのか。うん、私の研究仲間。日本人でアメリカに渡ってきたのよ。まあ私の助手ってところね、キリト君。それにキリト君の仲間のみんな、もう少しだけ我慢してくれないかな。そしてできれば私のこれからやろうとしてることに協力してほしいの。クラウドブレインというやつか。何なんだそれは。これまで私はプレイヤーたちに呼びかけ、シャムロック、そしてクラスタというコミュニティを確立してきた。それは心と魂のつながり、一つの目的のために邁進しようという人間が持つとても崇高な意志の働き。社会性を持ち協力し合うことで生まれる高次元の意志は、ネットワークを介して新たな力を作り出すことができる。それがクラウドブレイン。ネットワークを介して、人の脳が持つ演算処理能力をネットワーク上で一つにまとめ上げてクラウド化して共有する。そして
コンピュータの CPU には作り出せないハイスペックかつ情緒的な演算処理システムを構築するんだよ。君はその実験をこの ALO のスバルトエリア攻略中に行おうとしているのか。うん、キリト君も見たでしょ、私のライブ中みんなの心が一つになっていたの。あれはただのデータの塊なんかじゃない。クラスタの房が一つになって大きな一つの花を咲かせようとしていたんだよ。その開花を実現してみせる。具体的にはどうするつもりなんですか？ ALO のセキュリティ的には不可能なように推測できます。もちろん現時点では難しい。今回やろうとしているのはセブンという偶像に対して難関クエストの踏破という目標達成による精神的な結びつきが何人の心を一つにするかデータを測るだけ。データを測る。これまでのネットワークコンテンツと VRMMO の大きな違いは感情表現が即座に行えること。つまりナーブギアやアミュスフィアに感情表現をとっさに察知できる優秀なスキャンシステムがあるということ。人の感情は様々なグラフから連なってる。複雑回帰で常人には幾何学模様の美術品にしか見えないくらいにね。その統計を測るの。人の心はどこまでリンクしどこまで同じ形をとったのか。脳内を共有化したり人の精神を操作するだなんてSF じみたことはまだできないよ。クラウドブレインはいわば巨大な集合の。もしこの実験が成功すれば一つの個体として意思決定の感情を持つかもしれない。それが君の実験か。統計を取るステータスは揃っている。あとはシャムロックやクラスタを最終決戦に集結させ、力なくとも皆の御旗となり続けたセブンがラスボスを攻略することで高次元の精神のつながりを作り出す。それをセブンは実現させてみせる。その目的を知っているのは ALO にログインしているプレイヤーの中では私とスメラギ君だけだよ。そうか。ねえキリト君、協力してくれないかな。君たちはそんな少ない人数で私たちシャムロックと対等に渡り合うくらいの力を持ってる。ネットワークの可能性を探るためにもどうか手を貸してくれないかな。キリト君。お兄ちゃん。答えはノーだ。え、なんで？別に悪いことしてるわけじゃないんだよ。理由は3つある。1つ目は俺はプレイヤーだからだ。君が純粋なネットワークへの探求心で突き動かされているってのは正直わからなくてですね。俺自身クラウドブレイン、その研究の行く末に興味がないわけじゃない。でもやっぱり協力はできないよ。シャムロックやクラスタと協力すればクエストだって今までとは比べ物にならないくらい楽に攻略できるのよ。いや、クエストを攻略できればいいってもんじゃないんだ。気心知れた仲間と協力して難関ダンジョンに挑む、その高揚感やスリルこそ VRMMO の醍醐味だ。実は俺たちはこの前までゲームを心の底から楽しむことができなくてさ。だからこそ ALO では何のしがらみもなく遊びたいんだ。もしシャムロックに吸収されて攻略してもそれなりに楽しいと思う。でも俺が求める楽しさじゃないんだ。俺が求めてるのは常にギリギリの中で高みを目指している、そして自分の力でたどり着いたという達成感なんだ。だからさ、君たちのギルドに協力することはできない。やっぱり仲間たちと一緒に
自分の力でクエストを攻略したいんだ。自分の力でクリアしたいと思うのはプレイヤー、そしてゲーマーの本懐だろ。